マスシリーズー、ちょっと声控えめー。これね、冷凍庫に入っとったね。もういつのやわからん。これね、結構ええやつですね。赤カレー、兵庫県産赤カレー。通常やと300円。けど100円。これも長いこと冷凍庫入っとったやつですね。これちょっと今日作りますわ。ちょっと作るところはね、ちょっと待ってね。いうか、作るところはちょっとあれですわ。今日はちょっとあれしようかな。どれやねんって、はい。では、時飛ばし!よし。こんなんできました。バラバラ事件です。箸使わんとね、ちゃんとお玉、しゃもじでこう、ひっくり返したりしとったんですけど、バラバラになりました。アルチューマシーン!それも、ちゃんと出えへん!氷はね、言うとった、前言うとった、これ水で作った、水道水で作った氷です。もうこれも背に腹は変えれんね、ほんまにね。前はずっとこういうのに作っとったんですよ。この水で氷作っとったんですけど、もう背に腹は変えれん。いや、水道水がね、前も言うたように、水道水がそんなちゃんと、今時の水道水はね、いいのは分かってまんねんで、ここのね、ボロアパートの、何しりますの、タンクに一体収まっとんすよ。多分ね、上にごついタンクあるんでね、汚い錆びたタンクが。そこの洗浄してるなんて見たこと、お前それ言うて、前も言うとんすけど、洗浄してるの見たことないんすよ。うっす。私、前住んどったとこはね、あれ何しようかな、特賃言うてね、特定賃貸なんやら住宅言うんかな、まだら、自治体がどうのこうのの、そういう賃貸住宅やったんですよ。よう来てましたで、年に2、3遍来てましたで、何しますの、掃除言うんかな、ほんまにきっちりしとった。ここらはもう私、ここ住んで、もう8年以上になりますけどね。来たん見たことない。プラス、家のね、蛇口もね、汚いですよね。もうこのアパート建って何年か知らんけど、もうそんな昭和から建ってますやん。となったらもう築何年かわかりませんやん。水道管もそんな工事してませんやん。もうそこも錆びついてるのわかりますやん。おとろしい。背に腹は変えれん。よし。はい、いただきます。それ、この前言うたね。あー、バラバラや。これね、いただきます。いただきます。まだ言いました。このせっかく学んでるところをね、動画に撮れてないのが、濃い激濃い濃いすぎ、濃いすぎた次郎。戦争を知らずに僕らは生まれた。濃いすぎ。なんでか言うたらね、これね、まず一つ学んだんがね、こういう煮物するときにね、水を多分餃子入れすぎるんですよ。水を餃子入れすぎるということは、それだけどんだけ調味料入れても薄まるいうことですよ。なんかね、餃子のその出汁、その汁にやって、長い間炊くのが美味しいんちゃうかな、ってね、やっぱり思ってますね。いや、そうやないと。
逆にそうやって水を行さん入れたらだしいうか調味料いっぱい入れなあかんし、逆に薄まるんやいうことにね、今気づきまして。で、今日はね、水少なめでやったんですよ。でね、その、なんちまさん、あの、そもそもね、もう料理酒とね、あの、ね、みりんがもなかったんですよ。だから、ちょうどよかった、水少ないから、最後の料理酒、みりん最後、出し切って、やり切って、ほんで、醤油入れて、お砂糖入れて、で、やっとってね、で、ちょっと味見したんですよ。あの、だしをね、汁をちょっと飲んでみたんですよ。ごっつい生臭かったんですよ。うわぁ、思って。これあかんわ、思って。で、また醤油足して、もうみりんと酒もないんでね。醤油足して、砂糖を足して。で、さらになんかあの、だしの素みたいな、あれも入れて。入れたらエッチもちゃうんやけどね。入れて。ほんでやったらこれ、案の定めちゃ濃い。濃いすぎやし。濃いすぎやし。濃いすぎた。香り。チーボー日々勉強。死ぬまで勉強。辛っ。ご飯もちょっと辛抱。あの、もったいないご飯食べるのが。どういう考え方やねんな。逆やろ。何も金ないときはご飯だけ食べとってええんちゃうん。からフラストレーションたまるわ、うん、箸はちゃんと握られへんわ、うん、辛いわ、うん、ご飯はないわ。はい、ごちそうさまでした。まあまあでした。味付けは失敗でした。お腹はまだ減ってますけど、食べるもんがありません。マシーン見ます？マシーンもういいね。マシーン、ラブマシーン、あれ？あ、ちょっとこっち聞こえ今ね、これあのこの話ちょっとしょうもでね、しょうもない話なんですけどね。これなんちゅうチャンネルかな、あのちょっと見ようかちょっと見ようか、うるさいな。私ね、もう最近ね、最近かちょっと前か、こう同時のことが前からですけど、特にできへんようになってきてね、こう
なんか聞きながらなんかすることがほんまできへんようになってきましたよ。あ、前からやね。なんか音楽聴きながら仕事するとかなんかありません。そんな絶対できへんでね。前の会社でね、事務員さんがね、こう、まあ、自由な会社やったんでね、その、事務員さんなんか音楽流しよったんですよ、その仕事中に。音楽流しながら仕事するか、急になんか音楽流し出してね。で、それ音楽流されたらね、なんか集中できへんんですよ、仕事に。で、その事務員さんにね、ごめん、ちょっと音楽かなんねん。消してもらえへん、言うて。ああ、そうなん、ごめんね、で消して。で、次の日また音楽鳴ってんねん。いや、ちょ、音楽かなんねん。ちょっとごめん、音楽消してくれへん。ああ、ごめん、ごめん、みたいな。で、また次の日音楽鳴って、いや、音楽言えへんねん、みたいな。それ思い出しました。それが今ちょっと、もっと輪かけてみたいなね。でね、何が言いたいか言うてね、今回ね、私心筋梗塞してますやん。何年前 ?5 年前 ?6 年前。心筋梗塞して、で、救急車で運ばれて、まあ、手術カテーテルどうのこうって言うんですかね、やって。もう、ずっとやれてるわけですよ。けど、耳は全然聞こえませんやん。目は塞がれとったんかな、かけられとったんかな、わからんすけど、耳は全然普通に聞こえるんですよ。ほんで、マジで一瞬ね、苦しいなった時あるんですよ。その、救急車呼ぶ時のしんどさいうか、苦しさの、まだ輪かけて苦しいみたいな。で、その時言うたんですよ、先生に。ちょ、しんどいです、みたいな、言うたんですよ。ほんで先生、あ、もう終わるから、もうちょい辛抱して、みたいな感じで、さよか、これ辛抱せなあかんねや、俺、それ辛抱しとったんですね。で、その後ですわ、多分。おしっこをね、もう、おしっこはもう、あんた自分でできへんでって、もうその手術終わってから何日間のことなんですけど、その、おしっこになんかチューブを刺しますせ、って先生に言われたんですね。いや、もうそれは私ね、いろいろ事情があってね。もうそんな、私入院するとか思ったこともないですよ、昔は。けど、もうそれはほんま嫌やなと思うとったんですよ。そのね、お察しください。もうそれはほんま嫌や思うとった。それがもう現実が来たわけですよ。それ刺すからね、みたいな。いや、先生、それちょっと待って、それ、刺さんことできませんのって聞いて。いや、できへん、みたいな。で、悪いけど、これ、一番痛いかもしれんで、その今までよく、その今、心臓の、その、なんや、ステント入れる、どのコーナーで苦しい思いしたけど、一番、これ一番痛いかもしれんで、って言われて。いや、じゃあ、その痛いのは別にええねん。痛いのは辛抱しますねん。けど、それが嫌やねん。いや、あかん、みたいな。けど、やっぱり人間ね、やっぱりもう、背に腹は変えれんねん。もうそこでもう腹座ってね。チューブ入れてもらいました。ほんまに。それがめっちゃね、やっぱり嫌ですやん。で、それのね、そういう話をこれね、今これ看護師さんがね、話しとんですよ。その、そのね、看護師さん曰くね、そのね、かぶってる人、やっぱりかぶってる人間にしたらやっぱ気になりますやん。けどね、その、看護師自体はね、そんな気にしてへん、そんな気にもなれへん、みたいなこと言うてありますね。あと、匂いとかと、匂いはね、まあまあ、そんな、そうか、そのね、
まあ、綺麗にしとった匂いとかないんですけど、その、まだ心筋梗塞になったタイミングやね。例えば、二日風呂入ってなかった、その時に心筋梗塞になったら、やっぱりそういうことですやん。匂いは、そう、今言うたら、匂いさ、匂いしまへんしまへん言ってますわ。何言うてたか、おもろいこと言うてはったんや。あ、申請方形言うてね、その、なんちゅうの、その、向けない方形ってあるんですよ。あれですやん、漫才師のなんちゅうの、ギャンブル好きの漫才師、名前出てけへんわ。粗品とかはね、申請方形らしいんですよ。申請方形は入れられへんらしいですよ、チューブ。もう切るらしいですわ、その場合は。もう切っても入れる。怖いね。おもろいこと言ったったら何やったかな。あれ？肝心なとこあれへんわ。あれ？どこやったかな？ああ、そうそう、多分ね。うす、見ました。あのね、2回目見ました。あのね、メモをしました。要はね、これ何しますの？その、この、これのね、こっちの方の、こうする方の先生の番組なんです。YouTube の番組でね、で、看護師さんがゲストで来られとって。こっちの方ね。っていうか、こっちの方、まあまあ2割ぐらいらしいですよ。その全男の中で。このズル向けさんは2割ぐらいらしいですわ。で、その、なんちまその、私もそのさっき言ったように入院した時ね、やっぱ気にするわけですやん。けど、その看護師はね、その全く気にしてないで、この人は言うてありますね。その看護師さんね。そのナースステーションでね、あの人なんか、こっちやったよとかね、そんな話一切せえへん言うて。けど私そのね、そのしょうもないの見すぎかもしれんけどね、そういうのはそういう、あんた、行っといてとかなんか、そういうのがあるいうのなんか見たことあるんすよ。だから、まあ実際そういうのあるかな思っとったんですけど、まあこの看護師さん曰くそんなみじんもない言うてましたわ。まあそれはちょっと安心やけどね。あとね、その、この方が言うてはんのはね、もうちょっと配慮したらよかったっていうのが、その、なんちゅうの、今看護師って男もいてますやん。昔は女だけでしたやん。けど今は女もおって男もおってですやん。だからその、カテーテルでどうのこうので何、正式とかいろいろあるわけですやん。まあ、抜くときもありますし、抜くまではそう、正式とかどうのこうのあるわけですやん。ほんなら、そう、男ね、私がこうやって感じでいとってするのね、看護師が、男の看護師が来たらね、かなんわけですやん。私はなかったですよ。女の方ばっかりやったんでね、そういう発想はなかったんですけど、いや、それ男来たらほんまかなんやろな、思ってね。思いました。そういう配慮がやっぱりなかった言うて言うてはりましたわ。そうやってかなんて言うちゃんと言い張る人もいてはった言うてね。でそのこの番組の人ね、そのこっちにしてほしい言う患者さんね、
まあ、手術するわけですよ。その理由がね、その、まあ、見た目の問題、その衛生的な問題、見た目の問題なんですけど、その、異性、まあ、言ったら女の子、女の人に見られてね、これやったら恥ずかしい、こっちにしてほしいっていう人よりも、どうせ、まあ、男に見られて、もうこれやったら恥ずかしい、こっちにしてほしいっていうことで来る患者さんが多い言うて。あと、まあ、介護のことね。もう私だったらもうその年ですや。もう介護してもらう身になって、こっちよりもこっちになって、なっときたいうのがありますね、ほんまにね。でね、その、それの、なんちゅうの、英霊で言うてあったんがね、その、ゴルフ行くとき、絶対風呂行きますやん。そのときね、めっちゃ嫌ですね。もう風呂、普通の銭湯でもそうやけど、銭湯は前では知らんやつばっかりですやん。だからね、こう、まあ嫌やけど、まあまあね、まあ、いかに、その、ゴルフの後の風呂とかやったらもう知ってやつばっかりですやん。もう結構嫌で、そのね、立派なこっちの方はね、もうこんな感じですやん。こんな感じですやん。なんならこうやって浮かしとこか、みたいな感じですやん。それがかなんしね。ほんでね、そのね、私が一番嫌やったんがね、元嫁の親父めっちゃゴルフ好きやったんですよ。で、私ゴルフもよう誘われてまして。んで、ホブ風呂入りますやん。隠されませんええ男が。おっさんが。まあ当時は若いんやけど、ええおっさん、ええ兄ちゃんがそれ隠しませんやん。なら、元嫁の親父にね、お、え、え、大したことないな、とか言われてね。それがショックでね、ほんまに。そういう話です、はい、以上壮大。いつもすみません。いつもすみませんということで、私ちなみにキツメが好きなんですわ、はい、ということで、はい、大きに失礼します。チャンネル登録お願いします。もしまた見たのを持ってくれる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。